世の中には不思議なことがたくさんあるものじゃ。そんな不思議はどこで生まれているのか知っているかな？それは深夜の学校ミッドナイトホラースクールで作られているのじゃ。今夜はどんな不思議が生まれることやら。いやーと、と、ゴシップですって？失礼ね。どうなの、やむやむ。れっきとしたニュースよ。だって嘘は言ってないもん。れっきとしたニュースよ。だって嘘は言ってないもん。れっきとしたニュースよ。だって嘘は言ってないもん。よく言った。ちょっと長老、どこに向かって話してんのよ。しょうがないわね。よし、このジュノさんが何とかしてあげようじゃないの。そんな小汚ねえ下町にしがみついていないで、その金で新しい人生を踏み出したらどうだ。幼なじみとして最後の忠告だ。原黒建設代表取締役、原黒ゴンゾー。あめろ。ということで、今からロッソの特訓をするからみんなに協力してほしいの。面倒だもん。友達がいのないやつね。だって特訓したってできる保証はないもん。できるわよ。特訓すれば絶対できるって。うん、私手伝ってあげる。僕も。リモは？手伝うもん。はもうみんな立ち退いちゃったらしいわよ。七不思議になって人間の記憶に残す方です。卒業生のモッサーを知っていますね。さあさあ、早く。